こんにちは、皆さん。五徳姫は、織田信長の長女。天下人の子として生まれ、徳川家康の嫡男、信康に嫁ぐことになった。家柄が高い五徳姫の人生は、恵まれた経過をたどるはずだったんだ。だけど、夫や舅との関係に苦しんだ、長く辛い人生となってしまった。今回は、五徳姫について話すね。信長の娘として生まれる。1559年、五徳は尾張の戦国大名を、織田信長とその側室の生駒のもとに長女として生まれた。母を同じくする兄に、嫡男の信忠と次男の信勝がいた。信長は、末娘の五徳を大層可愛がったと言われているよ。名前の由来となった五徳は、炭火の上に設置して、鍋や夜間を置く道具のこと。その五徳に似ているということなんだけど、どこが似ていたのかな？信長は、長男の信忠に対して見た目が奇妙だから、奇妙丸と名付け、次男の信勝に対して茶を混ぜる道具、茶筅に似ているため茶筅丸と名付けた。信長には独特のネーミングセンスがあったのかもしれないね。同盟の証として婚約。1563年に信長と三河の大名、徳川家康の同盟が決まった。その証として、信長の長女、五徳と家康の嫡男、信康の婚約が成立した。そして4年後、1567年に、岡崎の信康のもとへ嫁入りした。結婚は、五徳、信康ともに9歳の時のことだった。以降は2人とも、岡崎で育った。まだ若い2人は夫婦というより、同い年の幼馴染のような関係だったと思われる。成長した五徳と信康。信康と五徳は互いに成長するに従って、夫婦関係となるようになった。1576年に五徳は長女の徳姫を、1577年には次女の雄姫を産んだ。一見すると、二人の子供が生まれ、順調な夫婦関係を送っているように見えた。だけど、信康の母で家康の正室の築山殿と、五徳の嫁舅と関係はうまくいかなかった。それは五徳が産んだ子供が二人とも女の子で、男の子を産まないことを理由に、築山殿が五徳を責めたためと言われているんだ。また、こんなエピソードもある。食事中のこと、信康が五徳に対し築山殿に用事を渡すように言ったんだけど、五徳は返事をしなかった。それに怒った信康が、しつけが悪いからそんな態度を取るんだ、と言って五徳を叱った。五徳は腹を立てて、信長に信康の非道を訴える手紙を送った、との話も伝えられている。こういった逸話が本当かどうかはともかく、嫁舅と関係がうまくいかなかったことは確かなことみたいだよ。その頃の信長は、名実ともに天下人として力をつけて、家康は信長に従属する立場だった。そのため五徳にしてみれば、自分は信長の娘なんだという誇りが、従順な嫁としての態度を取る妨げになったのかもしれない。こういった嫁舅と関係に引きずられる形で、五徳と信康の夫婦関係も次第に悪化していった。それを見た築山殿は、信康にせっせと側室を勧めた。信康もそれに同意し、二人の側室を持つことになった。側室の二人は織田、徳川と敵対していた、武田家の家臣の娘だった。側室の件でますます、五徳と信康との間に溝を作っていった。五徳と信康の夫婦関係がこじれていることは、今後の両家の関係にいい影響がない。このことが信長や家康に伝わり、信長、
家康ともに夫婦仲を修復するために岡崎を訪れたんだ。だけど二人の仲を修復させることはできなかったと言われている。信康事件。信康と不穏な関係だった五徳に1579年、事件が起こる。それは後に信康事件と呼ばれる。この事件については最近の研究で新しい説が出てきているんだ。まず通説から話すね。夫の信康、姑の築山殿との関係が致命的に悪化した五徳は、二人の罪状12箇条を訴える書状を父信長に送った。内容は信康が残虐な人物であること、鷹狩りの帰り道であった僧侶馬に縛って引きずり殺した、踊りが下手な踊り子を弓で射殺したなど、その残虐ぶりを訴えた。また築山殿の素行についても書かれていた。築山殿は甲斐から招いた医師と不倫している。その上その医師を通して武田家と内通を企て信康も引き込んだ。こんな内容を信長に訴えた。訴えを読んだ信長は特に武田家との内通を重く見た。そこで五徳の書状を持参した家康の重臣酒井忠次に事実関係の確認を求めた。信長が12箇条の罪状について一つずつ読み上げると、忠次はそれを一つ一つ肯定していった。それが10箇条まで続くと信長はついに怒り、残り2箇条は聞こうともしなかった。そして家康の重臣のお前がそう言うなら間違いない、信康を切腹させるよう家康に伝えろと忠次に言った。家康としては自分の妻と嫡男を殺したくはなかったけど、自分の重臣が事実だと認めてしまった以上、それを覆すことは難しかった。こうして築山殿は家康の家臣によって刺殺され、信康は幽閉の後切腹を命じられた。これが信康事件の通説だよ。けれど新たな研究でこの通説には疑問が持たれているよ。五徳が信康と不仲で信康を訴える手紙を父信長に送ったのは事実だよ。だけど家康が信長の命令のため仕方なく妻子を処断したという通説は違うんじゃないか。むしろ家康が自分の判断で二人を処断したんじゃないのかと言われている。実際築山殿が長篠の戦いの直前に武田家に内通したことを伺わせる記録が残っている。また信康と築山殿は三河の家臣団を自分たちに取り込もうとした動きがあった。これは家康に対抗するような動きだよ。家康もそれに対して三河の家臣と信康を切り離すため、家臣に対して信康がいる岡崎城に詰めないように命令していた。このように家康と信康、築山殿の間にはお互いに疑惑を持つような不穏な空気が流れていた。その要因として武田家に対する外交スタンスの違いが挙げられている。家康は信長と同盟を結び長年戦い続けていた武田家と徹底抗戦するつもりでいた。だけど戦争の負担に疲れ切った三河の家臣や領民では武田家との停戦を望む者も多かった。信康や築山殿はその意見を採用したか、あるいはその家臣たちに担がれたのかもしれない。いずれにせよ家康と信康、築山殿の間には溝があり、信康事件については家康自身の判断で二人を処断したという見方が近年では強くなっているよ。未亡人としての晩年。信康の切腹から半年後の1580年に五徳は岡崎を出て信長のいる近江に移った。
1582年の本能寺の変で、父の信長と兄の信忠が家臣の明智光秀に討たれると、次男の信雄に保護された。その信雄が小牧・長久手の戦いで羽柴秀吉に従属すると、今度は秀吉への人質として、京都に移ることとなった。ところが後に、信雄は秀吉によって改易され、領地をすべて没収された。すると、五徳には人質としての価値がなくなってしまった。そのため五徳は、母のゆかりのある尾張の郡に移り住んだ。五徳は、その時の政治の都合で住む場所が移り変わっていったんだ。そして、関ヶ原の戦いの後、徳川家康は天下人となった。家康の四男、松平忠義が尾張の大名となると、忠義は義士の五徳に1761石の所領を与えた。五徳はその所領からの収入で、京都に隠居した。五徳は、信長の長女ということで再婚相手には困らなかったはずなのに、信康の死後は、生涯独身を貫いた。そして、1636年に78歳で生涯を閉じた。五徳の二人の娘について、長女の徳姫は、信濃松本藩士となる、小笠原秀政に嫁いだ。次女の夕姫は、本多忠勝の嫡男で姫路藩藩士となる、本多忠政に嫁いだ。二人の娘は共に夫との間にたくさんの子を設け、二人とも藩主の座を継ぐ嫡男を産んだ。まとめ。五徳は、織田信長の長女として生まれ、徳川家康の嫡男、信康に嫁ぐという恵まれた環境を持っていた。戦国時代の女性のエリートコースと言ってもいいかもしれない。子供の頃から共に育った信康との間に二人の子が生まれ、ゆくゆくは徳川家を継ぐ嫡男を産んでいてもおかしくなかった。だけど、男の子を産む前に信康事件が起こり、夫を失ってしまった。通説では、五徳の告げ口が全ての原因とみなされていたけど、近年は信康、築山殿と家康との政治的対立の結果起こった事件とみなされるようになってきている。五徳は政治に巻き込まれる形で、21歳で未亡人となってから亡くなるまでの50年以上を、一人で過ごした。その胸の内には、共に育ち、夫婦となった信康への愛憎を入り混じる、複雑な思いがあったのかもしれないね。今回の話は、面白かったですか？よろしければ、チャンネル登録と、グッドボタンをお願いします。